皆さんこんにちは。ヤフーニュースからニュースの概要です。ウクライナのクレバ外相は、予備の発電機は48時間しか持たず、今後も電源供給がない場合には、使用済み核燃料を冷却する機能が働かなくなり、放射性物質が漏れ出す恐れが高い、と警告をしている。原発にある使用済み核燃料はどういう状況なのか？チェルノブイリ原発は1986年に事故が起きて以降、すべての原子炉が停止となり、解体作業が続いている。その中には今も使用済み核燃料が約2万個保管されているという。通常、使用済み核燃料は常に熱を放出するため、冷やし続けなければならない。ただ今回は冷やすための電源がストップしてしまうかもしれない。そこで原発に詳しい、東京大学の越塚誠一教授に聞いたところ、教授は、廃炉になって数十年が経ち、冷却がかなり進んでいる。電力が復旧できなくてもすぐに大事故が起きることはない、という。また、IAEA、国際原子力機関も使用済み核燃料のプールに水が十分にあるなどの理由から、停電後も安全性に重大な影響はないとしている。いかがでしたか？本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。